人、取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。クリーンに走る集配トラック、目指すのはこちら。再生可能エネルギーの割合を大幅に増やす。ここは物流会社の営業所。たくさんのトラックが荷物を届けるために出発しています。実はここ、未来につながるある試みを行っているんです。運営しているのはヤマト運輸。どんな営業所なんだろう。ここはヤマト運輸で全国で初めて全集配車両が EV で稼働している営業所になります。運輸部門で排出される CO2 の量は年間およそ2億トン。その 30% 以上をトラックが占めています。燃料が電気である EV トラックを活用すれば CO2 排出量の軽減に。そこで京都の八幡営業所では32台すべてを EV トラックにしました。再生可能エネルギーを活用したモデル店として、太陽光発電設備と蓄電池も導入。日中、太陽光発電で作った電気を充電や営業所の電力に活用しています。これによって年間でおよそ200トンの CO2 が削減できました。この活動は全国で拡大中。現在はおよそ2300台を導入しているんだって。物流の利用が増えている今、活躍がますます期待できるね。持続可能な未来の実現に向けて、引き続き EV や太陽光発電設備導入、再生可能エネルギーの使用率向上などを進めていきたいと考えています。 EV トラックで運ぶ明るい未来。